関東から九州にかけては今日の日中帯晴れ間が出たとしても雲が多めです。近畿や東海を中心に所々で雨が降りそうです。ではまず現在の雲画像をご覧いただきましょう。この時間ですね、この東日本から西日本エリア、雲の広がっているところが多くなっております。関東はまだ晴れているところが多いものの、この後日中帯は雲が広がる可能性があります。その原因です。こちら天気図で見てみますと、一見すると大きな高気圧に覆われているようには見えるんですけれども、高気圧の後ろ側、南東からのこの湿った空気がすでに流れ込みやすくなっています。さらに上空には気圧の谷がだんだんと接近をしてくる見込みでして、これが雨雲の要因ということになります。天気の移り変わりご覧いただきましょう。今日の日中帯あまり雨の表現はありませんけれども、特に紀伊半島の南東部では雨が降りやすいです。その他近畿ですとか東海を中心とした中部地方ですね、こちらも所々で雨が降りそうです。特に午後の方が大気の状態が不安定となる見込みでして、平野部も含めてざっとした強い降りになる可能性があります。降っている時間は短いものとなりそうですけれども、外出の際には、折りたたみの傘など雨具ご用意いただきたいと思います。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。